クルヤ753時は、全学校法人大阪産業大学理事長。1955年大阪経済、大学経済学部卒業。1956年大阪鉄道高等学校に入り、校長を歴任し、後に、学校法人大阪産業大学評議員、理事を歴任し、1993年に、同学校法人の第6代理事長に就任。 就任後、大阪桐院中学校の基盤の整備や、大阪産業大学の経営学部流通学科、経済学部国際経済学科、人間環境学部文化環境学科、都市環境学科、大学院経営、流通学研究科などの増設で、総合大学科を推進、新産業研究開発センターの設置、産官学連携の推進などもいった。 これらが評価され2003年に朝日中受賞を受賞。2009年、体調不良を理由に理事長職を退く。1999年から2008年にかけ、古屋及び二人の常務理事が金融派生商品取引などで巨額の損失を生じさせたことが古屋の理事長退任後に明らかになった。2013年に大学側は、 古やら三人に対し約一億九千万円の支払いを求め、大阪地裁に訴訟を起こした。第三代、金融取引で巨額損失元理事長ら提訴毎日、新聞2013年5月15日。ありがとうございます。